景気回復6年目に、2012年12月に始まった今の景気回復6年目に入りました。内閣府が昨日発表した2017年12月の景気動向指数、景気の現状を示す一致指数がえ遡れる1985年以降で最高となりました。世界経済の拡大で企業の生産後出荷、これが好調です。まあ、これが景気動向指数の数字に現れているということなんですね。生活レベルでは、まあ、この景気の回復というのはあまり実感 実感できないというのは現実なんですけども、この結果、いかがでしょうかこれはですね、うん、この景気指数なるものがね、はい、CI なるものというのが、本当の国民経済の景気動向を反映しているものではなくて、ですね、はい、あのそれも一部入ってるんですけど、まあ、基本的に企業がちょっと良くなってきたら、あの良くなるような指標なんですよ。はい、だこれをしてかかったよかったたという話とは ちょっと違うんですよね。はい、で実際、い、ま、ろ、あ、んな尺度の中で、えーえー、企業の生産や投資というのは、こう、伸びてきていると、はい、いうことなんですけども、えー、消費賃金というのは低迷していると。えー、むしろ消費に関しては、あ,<ー>あのー、減少している方向になってますから、えー、もう何にも良いことないんですよね。しかもですね、これは、景気指標というのは、あの絶対 僕たちの、あのんて言うんでしょうか、あの経済の豊かさを絶対に見してるんじゃなくて、<っ>前からの改善の度合いを言ってるだけで、もうリーマンショック以降、も最悪というか、と<ー>いうかもう、97年の消費増税以降ですね、<っ>日本経済もどん底に落ちてるので、はい、もう地獄のもう最悪の状況が。 ちょっと小ましいになった。マイナス32度からマイナス31度になりましたみたいな話ですから、えーはい、喜んでるような話でも何でもないっていうことを考えなければならないのが一つ。はい、もう一つですね、バブルの頃と大体同水準だと言うんですけど、このバブルの頃と大体同水準だった頃っていうのは、実は2006年とか。2006年って何かっていうとリーマンショック前夜なんですよね。ですから、これが高いっていうのは、大体これから赤いようになるぞというような尺度。えー 一致してるわけですよ実際、今、アメリカ株がね、がっつり下がってきてて、急に下がってきて、恐るべき低下を下げてきてて、これが持ち直さないとは、絶対言えないですけれども、もう絶対落ちるんだとは、絶対確定はできないですけど、もうその状況にもう、きな臭さがもそっくりなんですよ。これは何万単位っていうの、はやばいということなんだというふうにも理解しております。 待ってるまでの間に本当は消費と賃金を上げておかないといけなかったのに、日本はバカみたいに消費を低迷させて、消費増税になってしたせいでですね、消費は低迷して賃金も低迷したまま、この CI だけ上がってですね、らららえー、でも世界経済がダメになりますから、結局まだこれでもう消費と賃金が下がってですね、日本人、日本国民はずっと地獄と、はあ、まあ僕がさっきいつも言ってる牛島くん状態やとさらに進んでいくという状況ですよね。牛島くんの描かれてるそのもう貧困世界がですね、さらに拡充 していくと、ええ、いうことなんじゃないかなと僕はこの景気六年目いいですよと、ええ、いうニュースを見るとまぁ、あ、天野蛇子の僕はそを思ってしまうんですねはいニューヨークダウが値動きの荒い展開日本への影響は 5日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価一時1500ドル以上下落し、えー、急落したんですね。で、過去最大の下げ幅となりました。まあ、その後大幅に反発するなど、値動きの荒い展開となっています。えー、ダウ急落の影響で、一昨日の日経平均株価一時1200円以上値下がりしたんですが、えー、昨日は小幅ながら4営業日ぶりに値上がりし、えー、終わり、ね、前の日に比べて35円13銭高い21645円37銭となります ましたえー、ダウの下げ幅、リーマンショック後のアメリカ金融危機の最中だった2008年12月以来、えー、9年2か月ぶりの大きさとなったわけなんですけれども、いや、これは急に下がりましたもん、ね、これはですね、えー、もう僕あの、1月1日の夜に、ですね、はい、とあるラジオ番組で話してたんですけど、最近のアメリカの株の高騰は異常だと、はい、これはもう今年も急落する危険性が非常に高いと、あ<ー>そんな話を申し上げてたんですけど、えー、まさにその状況で。最近の,アメリカの アメリカの株の株動きを見ててるるとも急に上がってるんですよねこんだけ急に上がると、あこれまた急に下がるなと、はい,いのものが大体わかるパターンあーはーだったので、えー、これも十分に予想できたことなんですね、ただ、それがいつ起こるのかとか、えーはい、何円まで行った時にドルまで行った時に下がるのかはわからないんだけど、えーはい、この上がり方のカーブの形から見ると、これも。 急落するパターンだったんですよね。えー、っていうのがまあ一つです。はい、それがまあ一つなんですけど、長期的に言うと、こういうのはもう何回も,もう起こる状況にあ世界は置かれてるんですよ。えー、そもそもあの需要不足で、世界が長期低迷だということで,、えー、で、それに対して財政政策をしっかりやらないといけないのに、世界中に緊縮財政のフィロソフィー、はい、あの思想が行き渡っているので、えー、政府はなかなか大型財政政策を打てないと。そそうななるとあのそれよりも楽ちんな金融政策をジャブジャブやって まあ、日本なんてまさにそういう状況になるわけですけど、<い>そうするとマネーが、あのー、マーケットにいっぱいルフされるんですね、はい、<う>いっぱいね、お金が。いっぱいお金が。<い>で、それ、一番を失うので、どこに行くかっていうと、<い>これ、賃金に、 言ってくれたらいいんですけど、はい、そうはならないですね。ええ、今の資本主義っていうのは、あの、国民経済を豊かにするというフィロソフィー、考え方じゃなくて、ええ、株主優遇の株主資本主義ということになってますから、ええ、あの、企業が儲かっても、それはもう、とにかく株式市場の配当金に回したりとか、ええはい、あその持ってるお金もずっと株式を買ったりとか、自社株買いだとか、ええ、で、賃金は全然上げないと。もう、日本でももう、株主配当5倍になってますけども、ここ10年、20年の、ええ、もう、賃金はもう全然上がってないというようなことですが、それも日本だけじゃなくて、アメリカもそう、はい とにかくマネーが株式市場に流れる構造にあると、<い>で、中銀が金をする、はい、そのお金は僕たちの財布に入らないで株式市場に行くと、はい、こういう構造にあるんですよ、<い>だからもう、ね、株がもう乱高下するんですよね、ほ、はい,いこれで、昔はもうそうだったんですけど、その傾向が非常に高いので、もうね、もう何回も何回もこうリーマンショックのようなことが起こる、非常にやばい、もう足元に地雷がぼコぼコ埋め込まれているような状況に、今、世界は置かれてるという、対局感をまず持ってもらい。 これ持たんとね、上がった、下がった言ってね、はいはい、これでまたね、先ほどの,あのご説明でも35円上がって、ちょっとよかった、はい、いや、<え>その前の日に1200円下がってるかなと。そうですね、1 2 0円下がってるだからね。 とににかく非常にやばい状況なので日本が特に、あの、危機的な状況で、もうおかしな状況になってるわけですけれども、世界中がちょっともう上級一致した状況になっても、<ー>日本が上級一致したチャンピオンだと僕は思いますけど、今のね、日本は、過剰な禁止と過剰な禁制策をやってますから、はいえー、でもそれは日本が一番、あの、 とんでも国家になってますけど、ええ、まあ世界中がそうなってるんだと。ええ、だから、今回のニューヨークダウンの値、ね、動きのね、はい、えことを見て、わあ、大変なことが起こったな、雪降ったみたいなもんやじゃなくて、はい、これははっきり言って人災ですから、雪は天災、地震も天災ですけど、これニューヨークダウンの、はいええ、下がるうちのこれも半ば人災ですから、はい、だってもう、そんなこうなることは、例えば民意識っていうとか理論的に、もうずっと昔から言ってる話で、ええ、ま,あまたまた起こってるわと僕らなんか思ってしまうんですけど、<ー>だからね、こういうことを見て、雪が降っても僕らで止め 地人が起こっても僕らは止めないけどこれは僕らが英知を結集すれば今度もいくらでも止めれるんですよでも人間が現代人が愚かだから自然災害みたいなもんだと思ってるユキ雪もこれも同じだもんと思ってるわけですよねもうちょっとね人間ってちょっとは賢くなれるはずなのにやっぱり人類って21世紀中盤になっても中盤というか相当になっても野蛮人なままなんですよねもうなんていうか猿とんま変わらないなと僕はこれ見てたら思いますねそうですかちょっと考えたら分かんのにって思いますね 世の中でもこの同じような感じで進んでいくんですかねねえんか情けないですねええー、でまた戦争をするでしょって言いたくなりますよねでまた核炸裂するんでしょみたいなそんな馬鹿なんだろう、えー、と思いますね藤井聡さんでした金正恩委員長の妹奉還へ 韓国統一省は昨日、北朝鮮の金正恩委員長の妹、金ムヨ・ヨ朝鮮労働党副部長が明日の平昌オリンピック開会式に合わせ、韓国を訪れると発表しました。開会式に出席する見通しだということですね。北朝鮮で権力を接収してきた金一族が韓国を公式訪問するのは初めてとなるということなんですね。うんうん、この北朝鮮の狙いというのはやっぱり融和ムードをさらに高めていくい、ね、ということですね。特にあのー、 韓国民というか、朝鮮民族の皆さんというのは、はい、まあ儒教の影響力が強いと言われますから、はい、あの一族の方が来るということは、これはもう、大きな意味を持つと、でだから、金正恩が来なくても、金与正さんが来る、はい、金与正が来るというだけで、ですね、はい、金正恩が来たかのようなこう雰囲気になるわけですよね、はい、この儒教が強いと。はい、ですから、これはもう、さらに先ほど申し上げた、あの韓国。 朝鮮半島としてのナショナリズムが高まる要因になりますよね、えーはい、でも一方では北朝鮮は今日あの正規軍の創設70年を祝う朝鮮人民軍総建備とかいまして、うん、どうもパレードは実施する可能性が大なんですよね、うんうん、この2つ合わせると、どういうことかというと、はい、このミサイルは韓国を滅ぼすためにやってるんじゃなくて、うん、あの憎き日本、アメリカ、はい、同盟というものに向いてるんだと。うん いうアピールに見えてしまうわけですよね。実際は、米朝会戦が始まれば、確実にソウルは日のみになると。い。うことが分かってるわけでありますけれども、お、はい、かしなががそれ通常兵器であって、核攻撃というものは、日、九日、米に向かってるんだと。はい。いうメッセージに、 えー、二つ合わせるとなるということになりますから。その、軍事パレードをやったとしても、それは、そんな、先ほど申し上げた、朝鮮半島全体のナショナリズムに水を差すものとは違うように解釈される可能性があると思いますね。実際は、もう一度繰り返しますけど、えー、ソウルは日の姫になるんですけどね。はいはいえー